ちは、わちゃぴです。一つだけ覚えるアドリブフレーズ、今回は2-5 のパート10です。このようなフレーズをマスターしましょう。これもまたジャズのアドリブなどでよく聞かれるフレーズです。今回はマイナーキーにおける2-5-1です。マイナーキーの場合、2をマイナー7フラット5にします。今回もキー A マイナーで説明していきましょう。コードは B マイナー7フラット5、E7、A マイナー7ということになります。ではフレーズを細かく見ていきましょう。まずは1小節目です。この B マイナー7フラット5はキー A マイナーの2でもあり、キー C の7でもあるので、使うスケールは B6 リアンです。それぞれの音がコードに対してどのような音になっているのか見てみます。最初のドのシャープは次のレに向けてのクロマチックアプローチなのでテンションとは解釈しません。3度のレからオクターブ上のルートまでただ6リアンスケールを上行するだけです。では2小節目です。このフレーズはハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローと解釈するのが良いでしょう。ではスケールから分析してみましょう。セブンスの音から入り、クロマチックで5度のシまで加工します。このドのシャープもクロマチックアプローチなのでテンションとは考えません。次のドはスケール内にあるのでフラットサーティンスと表記しましたが、フレーズ的にはテンションというよりレからシまでクロマチックアプローチを3回続けたと解釈する方が簡単かもしれません。そしてシ、ラ、ソのシャープとハーモニックマイナーパーフェクトフィックスビローを加工し、またシを弾いた後フラットナインスであるファを弾きます。最後のレのシャープは次の小節のミへのクロマチックアプローチです。もしくは解決先のミを半音上下で挟んだディレイドリゾルブという解釈もできます。ディレイドリゾルブの動画は概要欄にリンクを貼っておきます。コードにテンションを入れたい場合、フラットナインス、フラットサーティンスなどのオルタードテンションを入れるといいでしょう。では3小節目です。このフレーズは6も7も入っていないので、スケールの特定はできません。ここではエオリアンで見てみます。これもスケールに対してそれぞれどのような音になっているのか分析してみましょう。まず前の小節最後のレのシャープから半音上がって5度のミから入ります。そしてナインスのシから4度のレ、またシと引き、最後の3度のドで終わります。こう説明すると難しそうですが、ミシとレシを取り出して考えれば、音型も同じなので簡単です。では、他のキーでもすぐ弾けるようにするため、いくつかのキーで見てみましょう。これは、キー Bm の2-5-1です。一小節目は、3度のミに半音下からアプローチします。そして B6 リアンスケールをルートまで上行します。2小節目はセブンスのミから入り、半音3つを連続で下がって5度のドのシャープまで下がったら、そのまま5-4-3と加工し、また5度のドを弾きます。3小節目最初の音のファのシャープに向かって半音上下からアプローチします。ファのシャープ、ド、ミ、ドと同じ音型で弾いた後、3度のレで終わります。ではもう一つ見てみましょう。これはキー Dm のフレーズです。一小節目は3度のソに半音下からアプローチします。そして E6 リアンスケールをルートまで上行します。2小節目はセブンスのソから入り、半音3つを連続で下がって5度のミまで下がったら、
そのまま543と加工し、また5度のミを弾きます。3小節目最初の音のラに向かって半音上下からアプローチします。ラミ、ソミと同じ音型で弾いた後、3度のファで終わります。すべてのキーで覚えるのはなかなか大変なので、251を連続させ練習してみましょう。EGCF と時計回りに5度下に進んでいくんですが、これを Dm7flat5 G7cm という251と考え、その1である cm の5度を半音下げて cm7flat5 にして、それを新たな2と考え、cm7flat5f7bfmという新たな251を作り、つなげていきます。サークルオブフィフスを Dm7flat5g7 から始まり、一周するパターンと、Gm7flat5c7 から始まり、一周するパターンの2種類で12個すべての251が出てきます。3小節だと中途半端なので、最後のトニックを2小節にしました。調合で書くと4小節おきにキーが変わって読みにくいので、臨時記号で書いてあります。カラオケ音源とMIDIデータをブログに貼ってあります。概要欄のリンクよりご自由にダウンロードしてお使いください。それではつなげて弾いてみましょう。まずは Dm7flat5 から始まるパターンです。次は Gm7flat5 から始まるパターンです。慣れてきたらこのようにリズムを変えてみても面白いと思います。使っている音はほぼ同じですが、リズムを変えてあります。2小節目の1拍目は、クロマチックアプローチをやめてシンプルなフレーズにしました。2小節目のクロマチックアプローチを増やしてみました。16分音符や3連符が混在しています。1小節目は音を少し変え、2小節目は3連符のクロマチックアプローチを多めにしました。3小節目もクロマチックアプローチを使いました。というわけで今回もマイナーキーの251フレーズを紹介してみました。クロマチックアプローチやディレイドリゾルブを使ったフレーズでした。今回のフレーズは和音がないのでどんな楽器にも合うと思います。ぜひ一度試しに弾いてみてください。では今回の動画は以上になります。このチャンネルではピアノを使った作曲やアレンジのノウハウなどを紹介しています。概要欄のブログとも連動しているのでぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。